本当のグランドスラムを打てるかどうかは佐伯を当てれるかにかかってるミストです。はい、本日ですね、来る来ない言われてましたグランドスラムガチャ回が来たということでね、こちら回していきたいと思います。まあ、賛否両論いろいろあると思うんですけども、うん。10連目、30個で PR のバナナキャラ確定。20連目はエサリ城のイベキャラが1枚出現。で、3回目は同絵もしくは山口の SR 以上が1枚確定。4回目で PR 以上のバナナキャラが確定。5回目でエサリ城の佐伯もしくはひまわりが確定。そして6回目で PSR のイベキャラが確定。7回目以降はPR のバナナキャラが1枚必ず出現しているという感じで、総じてね、エサリジョの確率はアップしているというガチャになっております。まあね、最近の別バージョンがね、確定しているとか、いろいろあるとは思うんですけども、まあ、必ずしもその最近が強くなって、復刻っていうか、まあ、出るとは限らないというところが、まあ、回すきっきっかけかな。まあ、あとは、まあ、大体登場するのが4月頭というのがね、例年通りの、別バージョン人気投票1位キャラの、出現はその辺という風になってるんで、まあ、ここで当てれれば、まあ、もうね、2ヶ月近く佐伯をね、運用できるって考えたら、まあ、それはそれでありなのかなというところもあります。まあ、また、同栄がたくさん出るっていうのもいいですね。今はもうマントル投手では必須級の同栄がたくさん出るっていうのもいいですし、まあ山口とひまわりに関しても、決して弱いキャラではないので、まあ、ここは行っちゃっていいんじゃないかなという感じですね。まあ予告として、まあガチャ券も、まあこのタイミングでぶっ破していいんじゃないかなみたいな風に考えてますんで、まあそれは明日以降の動画にご期待ください。さあ、グラスラはね、結構私避けてきてたんですけど、今回はもう佐伯さんがね、来てくれたということで、行っちゃいたいと思います。60連、行きましょう!よし!ガチャル!いや、出るかな。一応ね、バナー内確定キャラの枠、PSR がね、30% あるんですよね。だから、佐伯が出る可能性も非常に高いのかなと思っております。まあ、高いっつっても4分の1ですけどね。30% の中の4分の1ですからね。そう、まあ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 、ユニフォーム着は静か用に取っといていいんじゃないでしょうか。最近の R2 枚はいいですね。さあ2回目、エサリ城1枚確定です。行きましょう。まあ、確率アップしてるからね、PSR 見たいよね。確定までに PSR 見たいよね。はい。1枚、さあどちら?おー。まあ、ここはしっかりとバナナのキャラを射抜いていくと。まあ、ちょっとね、もう PSR じゃないと本当にね、今いらないっていうね、キャラの一人ですね。はい。で3回目は山口か同栄。まあ、ここは同栄でしょう。ここは同栄を引かないとね。どうにもならないということで、行きましょう。同栄ちゃん、お願いします。同栄タン。あの顔で同栄タンはやばいな。さあ、2枚。どっち?もう、違うって。完全にフラグでしたね。さあ、同栄、お!そっちかよー!そっちじゃねえだろ!いやー!うわー、マジかよー!それ出るの!うわー、4分の1外したなー。いや、PSR が出ただけ、神引きなんですけど。いや、まあ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 、持ってなかったし、まあね。まあまあ、まあまあね。いや、難しいキャラ来たなー。ちょっとね、彼、イベント数が多いから、使いづらいってのもちょっとあるんですけど、まあ、初ゲットなんで、よしとしましょう。ぶっちゃけて言うと、バナナキャラの中では、個人的に一番ハズレなんじゃないか。ここで来るか。まあ、母体なんでね。よしとしましょうか。くぅ、使っちまったかな。さあ、ここはバナナキャラの PR 以上ですね。行きましょう。
まあ、ここは期待しないでいいでしょう。はい、ポンデリングですね。佐伯、ああそうだ1枚だけだったわ。まあ同意ならよしでしょう。ひまわり初めて見たんだ。ういっす。さあ、ここは佐伯さんかひまわりということで、まあここは佐伯欲しいですね。で、まあさっきみたいにね、佐伯が出て佐伯の PSR が出るみたいな、そういう神展開にも期待していきたい。よっす。虹出ないな。虹見たいんだけどな。さて、どう来る？ま、お、まともなじやん。あ、オッケーオッケー、ここは、ここはオッケーですね。これまた佐伯だったらウケるな。佐伯！お前すげえ出るな。お、俺イケメンに好かれてるぞ、ちょっと。さあ、お遊びはここまでです。お遊びはここまでです。石220個はお遊びです。この、60連目。ここで、いいんですよ。ここで引けば。まあ、動画的には、もうこれ山口出た方が面白いですけど、いや、そういうのマジいらないんで、そういうのマジいらないんで、佐伯さん、最悪同栄、最悪ひまわり、そこですよね。改めて確認しますと、この出現割合ね。出現率アップキャラが 31.01% なんですよ。これね、6回目の、PSR 確定枠も、こちらですね。31.01%。もうこれがもうグランドスラムの醍醐味と言っても過言じゃないんですよ。まあ、バナナキャラ確定じゃないですけど、この 30% を引けるか、これにかかってますね。はい。ではね、行くしかないでしょう。ここで、結果を出せば、何の問題もない。ということで行きましょう。神を、俺に、サクセスのモチベを、そして栄光を我が手に。虹が出ない方が出る説、ほっとり頼む。さあ、なんでだ。まだ分からない。うわー、負けてないんだけど、開けてないんだけど。あっ、しょっさえ。全然勝ちなんだけどさ。ああ、30% 引けたのにまた抑え気が出なかった。おい、どんだけ俺の手からスルリと逃げてくねん、佐伯さん。いや、でも、冷静になろう。冷静になろう。これは勝ちでしょ。山口と同栄の PSR。いや、冷静になろう。多分勝ち。いや、けど、持ってないな。だって引けてるからね、ちゃんとバナーないキャラ。その抽選、4分の1の抽選に外れたという中で、まあもうこうなったからにはもう、そうですね、ガチャ券、ぶっぱにかけ、それでも出ないなら、もうおとなしくね、SR 以下の佐伯はたくさんいるんで、ね、別バージョンで来た佐伯さんの PSR を射抜いて、そこにね、通常の佐伯を混ぜて50を目指していくなんてことがいいんじゃないかな。ただ、別バージョンのキャラガチャ来た時って PSR 確定とかあったっけ？多分ないんすよね。多分だから、その佐伯さん、ニュー佐伯さんの母体引くのも多分相当大変だと思うんで。いやー、なんとも言えんなー。いや、よかったよ、引きは。ちょっと悔しいですね。まあ、ちょっと解放はね、ぐだっちゃうんで、置いとこうとは思うんですけども、まあ、相当順で確認していきますか。出た SR 以上は1条、同栄、
山口佐伯、アドエ PSR、 山口 PSR、 山口 SRSR、 木場静香ということで山口いっぱい出たな。まあまあどうえもね、50はめちゃくちゃ強いんで、まあ勝ちですよね。うん、あの直食い自分結構させちゃってね、全然通ってないんだよね PSR が。だからまあ今後のガチャ券とかに期待かな。はい、まあ、山口だけ解放やってもいいな。どうしようかな。まあいいや、ちょっとぐだるんで。はい。ガチャだけね、お楽しみいただけたらいいかなと思っております。まだ引くか引かないか迷ってる方、まあこの結果が少しでも参考になればいいかなというふうに思っております。まあ個人的な見解は最初述べた通り、うん。必ずしも佐伯さんの別バージョンが強くなるとは限らないですしね。うん。虹谷に、降臨虹谷化するかもしれないんで。まあ、降臨虹谷とかね、墓松野だとか。あれは、まあ、実質劣化と言ってもいいんで、うん。そうなるかもわからないですし、まあ、グランドスラムというのはね、このように、まあ、余裕がある方は、バナナイキャラすごい出やすくなってるんで、うん。まあ、余裕がある方は回す。無課金無課金の方は、絶対に回さない方がいいと思っております。という感じで、この動画終わりたいと思います。ぜひ、チャンネル登録と高評価のほどお願いいたします。はい。まあ、やっぱガチャって楽しいですね。はい。See you!